エナ・ホーンはアメリカ合衆国のジャズ歌手、俳優。日本ではリナ・ホーンという表記も見られる。広範囲に、そして自主的に、ジャズアーティストと共演した。亡くなるまでニューヨークに在住2000年以降は、公の場に姿を現していなかった。19世紀の政治家、ジョン・カル・フーンを先祖に持つ、ブルックリンで生まれた。父エドウィンは、 彼女が3歳の時上発。母エドナはアフリカンアメリカンシアターの女優で、レナは母方の祖父母によって育てられた。1933年にコットンクラブの舞台に立つ。その後、ジャズ楽団との地方演奏旅行などで名前と顔が売れ、1938年にミュージカル映画ザ・デューク・イズ・トップスで美人ジャズ歌手としてデビュー。その後 MGM へ移り、 1943年には舞台パナマ・ハティで歌った曲ストーミー・ウェイザーがヒットした。MGM では数々の映画に出演するが、アフリカ系アメリカ人女性が主役を演じることが許されなかった時代背景から限られた役しか与えられなかった。彼女のジップは白人とのハーフであったため、レナ自身はアフリカ系アメリカ人にしては色が白いとみなされ、 役のために顔を黒く、動乱で塗られることもあったという。実際、彼女は映画の宣伝文句に、セピアという言葉が付けられていたのだった。白人に従属しなくてはならない、アフリカ系市民としての現状に彼女は憤りを感じ、カメラに笑顔を向けることは人種差別をする、白人社会へ迎合するようだとして嫌うようになった。 そのためについたニックネームがアイスビューティーであった。1951年の映画、ショーボートでは主役のアフリカ系女性の役に内定していながら、アフリカ系女性と白人男性の恋愛映画を全任する時代でなかったために役をエヴァガードナーへ変えられてしまった。レナは第二次世界大戦中の慰問活動の際、白人兵士がステージ前、その後ろに捕虜となった。 ドイツ人兵士、有色人種兵士が最も広報という配置になっていることに行き通って、講演を拒否したことがあった。後には、公民権運動に参加するほど、政治意識が高く、エレノア・アルーズベルトと共に反臨地法案可決のため、運動した。1950年代に入ってからハリウッドを去り、ナイトクラブでの歌手活動に力を入れるようになる。ポール・ロブソンと共演するなど、 その政治的姿勢が問題視されて、ブラックリストに乗り、アメリカ国内での活動が困難となると、1947年に結婚した二度目の夫で、ユダヤ系アメリカ人のジャズアーティスト、レニー・ヘイトンと共に、フランスへ渡って、歌手活動を続けた。異人主観結婚として二人は、世間からの圧力を受け続けるが、ヘイトンの1971年の死まで連れ添った。その後、 ブロードウェイミュージカルで舞台に立つなどして、アメリカでの活動に徐々に復帰。1969年の映画、ガンファイターの最後でクレア・クインターナ役を、1978年のテレビ映画、ウィズでグリンダ役を演じて若いファンを獲得し、1994年のメトロゴールドウィン・ベイヤーの回顧録映画、ザッツ・エンターテインメント3で司会者の一人となった。 1958年には、トニー・賞の最優秀ミュージカル女優賞にノミネートされた。1970年代後半には、ブロードウェイでワン・ウーマン賞を成功させた。1981年、グラミー賞最優秀ポップスパフォーマンス賞を獲得。1989年、グラミー賞の功労賞を獲得。1995年、アルバム・アン・イブニング・ウィズ。 エナホーンでグラミー賞最優秀ジャズボーカルアルバム賞を受賞。ありがとうございます。